皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。私は先日、日本カメラ2月号1月20日発売の分ですね、でバック特集に出させていただきました。そのバック特集では、いろんなバックを3種類に分けて解説をしているわけですけれども、ぜひ本屋さんで手に取ってご確認いただければと思います。そしてこの流れを受けまして今日ご紹介しますのはこのカメラリック、アオスタフォンタナ EX リュック M をご紹介いたします。このアオスタフォンタナリュック M、アオスタフォンタナ EX リュック M ですが、アオスタフォンタナの EX シリーズ、アオスタフォンタナ、ショルダープロと共通の、このグレーっぽい、表面がこの何て言いますかね、ヘアライン加工という細かい線が入った、生地を採用しています。見た目真っ黒じゃなくてちょっとおしゃれな感じというのがポイントなんですが、それだけじゃなくってさらに軽いという特徴もありますね。メインの機材室を開けますと、このように大きく開くわけなんですが、カメラが1台2台とこの2方向から入ると同時に、あとレンズが複数本入りますよといった仕様です。コンパクトなのにこんなにたくさん入るといったところがポイントなんですね。あとこちらのサイドは、三脚取り付け部があったり、あとリュックの下側にはレインカバーが収納されたりで、体に当たる部分はメッシュで覆われていてちゃんと空気抜きのスペースがあったりと、いろいろなことが工夫されているといった作りです。実際に背負ってみますとこんな感じですね。ウエストのベルトがあってチェストのベルトがありますので、体にしっかり固定して触れませんので長時間歩いても楽ですし、こういったコンパクトな作りですから機材をいっぱい入れてもそれほど重くないというところもポイントかもしれません。2月28日から3月3日まで開催の CP プラス2019カメラのショーです。いよいよ1ヶ月後に迫ってまいりました。健康ときなのホームページで公式な発表もうちょっと後になりますが、ステージではいつものようにあの有名な先生という方も出ますし、今年初めての方もおられます。いろんなお楽しみがあると思いますので、またこういったカメラバッグもバッチリ触れますので CP プラス2019健康ときなブースにぜひお越しください。